ここで受賞をされました渡辺道夫様よりご挨拶をいただきたいと思います。皆さんこんばんは。こんばんは。一言ご挨拶申し上げました。ただいまは素晴らしい花束になりました。その上に渡辺団長をはじめ、来院の方々の私に対する大みの言葉をいただきまして、本当に恐縮に、本当にありがとうございます。本日は私の随報賞の受賞ということで、このようなお祝いの追記を設けていただきまして、誠にありがとうございます。今回の受賞については、これ一人に消防本部をはじめ消防団の方々の多年にわたる私のご指導ご支援のおかげと深く感謝を申し上げます。これからはこのいい世に恥じないように世の中のために尽くしていきたいと思いますので、皆様方にはこれまで同じように一つご講義のほどよろしくお願いいたします。消防活動については今皆様方から話がありましたけど、たくさんありましたけど省かせていただきます。それから皆様方に差し上げましたこの記念品については、ほんの粗品でございます。どうか皆さん方使っていただければありがたく存じます。それからここでちょっとこの叙勲についてちょっと時間いただきたいと思います。私に対し、私はこの叙勲に対して伝達式公教育のが初めてであり、最後であると思うんです。それなのにちょっと申し上げたいと思います。行ったのは5月10日です。で、朝7時出発というので、市の安全安心課の運転手さんと担当の中野さんで、送り迎えをやっていただきました。とにかく女の人は和服なもんですから、朝3時ということで、私も本調子じゃないんですけど、母ちゃんも大丈夫だったことなんで、ね、なんとか頑張って、こういう機会ないから頑張っていってこいということで、頑張りました。一日、長い一日でした。日本消防協会、日消防というのは、そこへ、順調に着きまして、午前中、そこで、伝達式というのは、私が来る人はもう、みんな、都道府県、県庁として、届いているんです。4州や4年の代表だけがそこで式典でもらうわけです。で午前中そこでやりまして、全国で878名が消防関係は日消防でやったんですが、当日は国土交通省が開発、総務省関係も来ていたようです。その人たちはまた別の会場でやっている。で、午後消防庁の職員、それで15台のバスで皇居へ向かいまして、皇居にはたくさんの門がありまして、いろいろ門が決まってですね、消防団だけは坂下門を組むって、そして海里は犬井門を来たわけなんですが、行ってなかなか思いようにいかない、バスの中暑苦しい中バスで50本も待たされました。我慢でね、二度とないもんです。で、今度はそれから皇居へ上がって方面で、小学一般参加のあの建物ですね、方面であの建物だと思うんです。その2階で、外国の賓客が来た時に晩餐会になるやつの部屋なんですが、とにかく大きな建物で素晴らしい地位かな、天井が高くてね、実際あの建物は3階建てぐらいのそんなような感じですね、大きくて。
そこで、20分ぐらい待ったかな。で私はここに杖持っていたんでなんとか持ったんですが、とにも、杖ないとちょっと椅子がなんかなそういうなったんですが、20分ぐらいでもう限界だなと思ったら天皇陛下が来てくれてね、配置っていうのは本当に短い時間です。まあ2、3分ですね、天皇陛下が挨拶をしてくれたのは、皆さんご苦労様ですって、長いことを世の中のために尽くしていただいてありがとう、これからも体に注意してどうぞ頑張ってください、そんなような内容でございました。それからぐーっと巡回してくるんですね。で私男と女の率の間に天皇陛下が来るんで、私たちは周りに見をしたわけなんですね。天皇陛下がそこへ来て、車椅子の人が10人でいたかな、その人たちはだいぶ話をしたようなんですが、私たちは向き合ってその中を天皇陛下が来まして、女の人と私とその全部をついていた人が目立っちゃってね、女の人に話をしていてね、向こうの女の人が話をしていて、これは私の子だな、ぼーっとすると話しかけで、返答に困っちゃったらどうするかなと思ったんですが、やっぱり、この杖が目立っちゃってね、天皇陛下がすぐそばに来て、大丈夫ですかって言うところで、はい、大丈夫ですって言ったら、大事にしてくださいって言って、すっと言って、本当に、その会場では本当に10分ぐらいかな、でまた別の会場、またあるっていうんで、他の団体でね、天皇陛下も忙しいなと思ってね、気持ちの良さそうな、テレビで見る、本当のおじちゃんで温かみのある方でした。私も、5つ母ちゃんと頑張ってきた甲斐があったなと思ってね、いい思い出になりました。そういうことでね、5つ終わってから午後3時半の会場になったんで、プレンス赤坂ホテルっていうところ行って、着物を脱いだり、洋服を脱いだり、そこで写真撮って、それから市役所の車で無事、7時半ごろ帰ってきました。そういうことで一日、いろいろ良い経験をしました。そういうことで、終わりなんですが、皆さん方には、今後ともですね、健康に留意して、ご健勝でありますよう保険して、取り留めのない挨拶になりましたけど、挨拶返させていただきます。ありがとうございました。